包丁を入れた後、この包丁をここで通します。で、このまま、で、やると皮が外れます。これはブリみたいにこういうしっかりとした、皮を持っている魚でないとできないんですね。アジですとかサバですとか、そういったものはこういうことができません。ウリみたいな大型魚ですね。そういったものには、あとカツオですとか、身が柔らかくてこうしてしまうものにはこういった方法も使います。で、反対側ですね。今あったものはひっくり返して、あとはこっちの方が簡単ですね。このまま引いていただければ皮が引けます。これが皮の引き方のまず1例目ですね。2例目になりますが、これはですね、どちらかというとこういう風に先端が尖ってるところがあるところのブリにはおすすめなんですけども、このちょっと端っこめくれてますので、ここを掴んでいただいて、ここに包丁を当てていただいて、そのまま引いていただきます。そうすると和包丁じゃないとダメだね。ある程度幅がある包丁だったら大丈夫です、はい、あとできるだけ、こう薄いものをこういった時は使った方がいいですね。ご自宅に包丁種類があるかと思うんですけれども、そういった時にはできるだけ刃の薄いものを選んでいただければ大丈夫だと思います。ではですね、これで皮が外れたので、今度ですね、お刺身の、早速お刺身の方にしていただきますが、ちょっとこちらにも出てほしいですね。はい、お刺身ですね、こういろん、そうですね、こういう包丁の動き方としては、包丁をまず一刺し方に持って、この時もできるだけ刃が長いものを選んでいただくといいんですが、動きとしては刃元からこういう甲を書いて、切っ先まで全てを使って切っていきます。まずやってみます。まず1段階目ここに当てます。それをそのまんま手前に引いてきます。で、これで根元までしっかり、もう次からなくなっちゃう。ちょっと今びっくりしましたね。はい、で、切り方なんですけども、今日こっちから切ってますが、よくお刺身なんかでこういう風に切ってる映像があるかと思います。あれは種類、お魚の身の種類によって違うんですね。今日は、わりかし、こういう切り方をするのがマグロだったりカツオだったり、ある程度身が、柔らかめのもののお魚の時ですね。逆にこういう風にそぎ切りにするときはですね、そぎ切りっていうんですけども、そういうものをするときにはですね、タイですとかスズキやヒラメといった、白身魚で淡白なんですけども、身がこうしっかりとグッとしているものですね、そういったものに